はい。ゲームコレクターの先きかんです。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、今週もね、ファミツドットコムさんのゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので、グラフを作ってみました。はい。ということで、えっ、ー、と、今週ですね、まあ、新作が1、2、3、4、5、6、7タイトル入ってて、まあ、前回ね、予想通りの展開って入ってるのもあるんだけども、結構いろんなものが入ってきています。 まあなので、定番が落ちて、新作が入ってるけど、でもまあ全体的に弱いんで、新作が来週何個残るかって話はまだ後でしましょうか。はい、ということで、ちょっと数字からね、えー、と1位が超探偵事件簿レインコードで55,339本、えー、で2位がファイナルファンタジー16が37,763本で、え、ー 累計37万3790本。あ、ちなみに先週のね、ランキングの時になんか、ファイナルファンタジー、えー、16をね、えっ、ー、と、スイッチって書かれてたみたいなんですけども、PS4 で間違いないです。はい。で、えー、3位がゼルダン伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムで2万6089本、累計172万3314本となっています。 ということでね、あとゼルダが170万本台に入ってきましたというぐらいですかね。で、まあ、あとはゴーストトリックとかね、えっ、ー、と、ナインリップとか、これは、これは、乙女系かなのゲームかな。で、東京ザナドゥとかね、これ、PS4 からの移植で、だいぶ昔に発売されたタイトルの移植なんですけど、でも入ってくると。 えっと、あと、あ、そうだ。で、ゴーストトリックと、ゴトパズストーリーと、この二つは PS4 とスイッチのマルチなんですけど、スイッチだけ。で、22のシカトリスは PS4、PS5、スイッチのマルチなんだけど、スイッチだけなんで、今回新作が全部スイッチになってるんだけども、実は、マルチ展開してるやつも、やっぱスイッチが一番売れてて入ってると、まあそういう感じになってますね。あと、エブリバディワンツースイッチが、 恐っていうかこれ結構任天堂さん力入れてるのか逆にこうなんだろう定番としてこう長く置くためにやってるのかよく分かんないんだけどあのー。 消化率がですねてか販売本数が3320本なんですけども消化率がねほぼ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 消化してない状態なんでそだから相当出荷はされてるんだけどもう売れてないようなあのランキングの数字の,あの見え方なんですよ。だからこれはね あのまあ長く置いといてじわじわ売れるっていう感じの狙ってますね年末ぐらいまでに売れるとかだったらいいんだけど逆にこけてこうダーッと流れないかなってところはねちょっと気になるところです、まあ、ダーッと流れたらダッと取るんですけど <laughs> はいまあそんな感じでねちょっとこれは、まあ、入ってくるとは思ったけど予想よりも少ないし、まあ、逆にあの消化率的にも やっぱ想定してなかったんじゃないかなというぐらいの販売本数というところです。はい、で、えっ、ー、とですね、そうそう、ね、先週の予想なんですけども、一応、ね、今週いっぱい発売されるから、こういう、でもこれぐらいがランキング入るだろうって予想してたんだけども、まあ、実際にね、ランキングに入ったのは、あのこ,こんな感じでしたと。 いうところですまあね、これだけ予想するのも全部予想するのも厳しいですよね。だいたいスイッチと PS4 のマルチとかで、ね、スイッチだけしか入んないっていうのも、まあまあ予想しやすいっちゃしやすいんだけど、まあまあまあそんな感じでした。はい。で、いろいろで、ね、えっ、ー、と、グラフを見ていくんですけど、まずね、えっ、ー、と、レインコードに絡めてね、弾丸等っていうグラフ。<laughs> だいぶざっくりしてて、いろいろ混じってんだけど、<laughs> もともとね、今回、レインコードに関しては、弾丸論破のスタッフが集結再集結っていう売りになってるんで、一応弾丸論破ね。えっ、ー、と、一作目の弾丸論破、希望の学園と絶望の高校生、これ2010年の PSP なんですけど、これが1周目と2周目のね、グラフなんですけど、これよりもレインコードが売れてるってことが、まず一つわかると思うんですけど、これなんでこんな少ないのって思われる人もいると思うんだけど、弾丸論破ってね、この後の廉価版が出て、で、スーパー弾丸論破2が出たぐらいでブレイクしたんですよ。 なのであの実はこのワンじゃなくて廉価版の方でこう10万本とかいってるんですよなのでこの1作目の出たばっかりの時期っていうのはあの知名度もないしまああとて評価的にもまだ定まってない時期だからこういう感じの数字になってますでえー、と次にどれからいこうかなあと2018年のね残期ゼロこれが あのまあ言ってみればちょっと弾丸論破系狙ってるかなっていうかまあ要はあの独立された方とはがまあいるじゃないですか小高さんとかね弾丸論破スタッフの中で。じゃなくてスパチュンさんの方にいる人たちが多分弾丸論破関わってるんじゃないかなっていう人たちがこう関わってるようなタイトルが「残機ゼロ」で。 ただ残機ゼロも PSO とビータのマルチだったんだけども大体こういう感じの数字でそれに対して小高さんたちの方のプロジェクトとして出たワールドエンズクラブまあちょっとジャンルも違うっちゃ違うんだけどあのがまあこういう感じの数字っていうところでどっちもその弾丸論破の処置のものから比べると落ちてるとでそれに対してこの弾丸論破トリロジーというかスイッチで発売された3作まとめてパッケージ化されたセットが の方が実はそのザン・チゼロとかワールド・エンズ・クラブに比べるとちょっと売れてるとまあこういうところからいってまああの今のね情勢からいってスイッチっていったのかなと PSP ビータって流れて PS ビータ PS4 っていってるこの弾丸論破シリーズの流れからなんでこっちスイッチに行っちゃったのってところとかあのそれぞれね それぞれが別々にね作ってたこう人たちがまた集結してこう作ったってところがなんとなくこういうふうにあの一個のねグラフの中に <laughs> まとめて入れちゃうとあのやっぱりお互いが組まない組んだらまあうまくいくんだなというまあこれが今後ねどう伸びてってこれがシリーズ展開されるかとかまあ商売としてコンテンツとして ここう座っっていくかってところはまあ弾丸、まあ、論破なんか結構通販とかグッズとか展開ねいろいろしてたじゃないですか,だかそういうところに展開まであのスパチューンさんがこう頑張れるのか頑張らないのかみたいなところも含めてのこう今後の盛り上がりっていうのは、ね、これからこのグラフをきれ点に、ね、見ていこうと思いますだから本当はねあのスーパー弾丸論破2とか <laughs>、まあ、あと3か弾丸、えー、論破 V3 ニュー弾丸論破 V3 か。まあ、あの辺とかも、ね、全部合わせると本当はこれより上の数字になってるんだけども全部一作目とあと,そのちょっとスイッチの方にまとめた弾丸論破だけで一応こうグラフをやってみました。はい、で次。えっ、ー、と FF ですね、えー。最近の FF といってこれも2009年のね、えーえー、ファイナルファンタジー13から入れてんだけど <laughs> まあ一応こんな感じです。 だから、こう、ガッガッガーって落ちてるんだけど、まあ、これ、落ちてる理由は、パッケージが少なくて、ダウンロードが売れてるだろうってところなんですけど、一応、こう、10年ぐらい、1十四4年ぐらいか <laughs>。14年ぐらい経つと、こういうふうな流れでね、やっぱ、FF のパッケージという流れは、どんどん、こう、数が落ちてるっていうのがわかるというところですね。はい。で、これに伴って、PS5 のね、主なタイトルの,ランあの数字の動きなんですけども、まあ、はっきり言って、他のね、 他のゲームはそんなに売れてないんで、ファイナルファンタジー16だけで、こう、ぐぐっとグラフが <laughs> 上がってるという、まあそういうとこですね。これが来週以降、どうもっと上がっていくか。あとね、まあ、もしかしたら、ストリートファイター6あたりが、下の方にこう、入れる段が来るかな、5万本をね、超えればね、という感じです。はい。で、次が、えっ、ー、と、ニンテンドースイッチのね、ゼルダの伝説ですが、これも相変わらずね、 キングダムガッと上がってる <laughs> ガッと上がってるだけなんでまあちょっと、まあ、これはあの全然まだブレス・オブ・ザ・ワイルドに追いつかないって感じですねはいで、えー、次ゴースト・トリックゴースト・トリックは今週のランキングではえー、っと5位にねスイッチ版が入ってたんですけども本当は PSO マルチでて一緒に出てるのにスイッチだけ入ってるからまあ相当ちょっと待って、P、えちょっと待って今回ランキングの30位が 1641本なんですけど、ゴーストトリックスイッチ版しか入ってないってことは、えそんなに売れてないのって。<laughs> だからもう完全にスイッチだけなんですね。あの、数字が見えるのは。はい。で、まあ、ちなみに PSP の時にはこんな感じの動きだったんで、ちょっと。 PSP じゃねえや、<laughs> えっと DS の時はね、こんな動きだったので <laughs>、まあまあいいや、あの、こういうね、この動きから、あの、ちょっとどういう風な感じの展開になっていくかってところは、えっ、ー、と、見ていくといいのかな。あれゴーストトリックなんでこれちょっと待って。 ううんそうだねはいでえー、っと次がえー、っとスプラトゥーンでスプラトゥーンですけどもまああとはねあの今 PSPSS スプラトゥーン2が412万,万642本でこれにスイッチがどう追いついていくかというところなんですけどもまあまあじわじわと数千本単位でじわじわとまだ,まだ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 時間が必要です。 ちなみに、ニンテンドースイッチの150万超えのタイトルなんですけど、こんな感じで、まあ、相変わらずね、ブレ、あ、違う、ブレスオブじゃないや、えっ、ー、と、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム上がってるんだけど、未だ追いつかず。未だ追いつかず。まあ、一応ね、一応、えっ、ー、と、順番的には、えっ、ー、と、レッツゴー・ピカチュウ・ EV が174万本台なんですよ。 で今回ゼルダが172万本台なので、まあ、来週あたりはもしかしたらこのグラフ的にもえっ、ー、とブレスオブあ違う違う違アーズ・オブ・ザ・キングダムがえっ、ー、とレッツゴー・ピカチュウを抜くっていうねそういう感じになるかと思います。ということで、えー、と週別販売本数ねなんですけども、まあ、まあ今週はそんなにあの新作は入ってるけどあんまり大きい数字じゃなかったのでまあガッと落ちてますね。 あらで,で、えーと、来週、来週なんですけど、ちょっとね、今回はね、これが入るって予想しにくいんですよね。入るものもあるかもしれないなぁぐらいで。<laughs> まあまあ、どっちかというと、スイッチのタイトルの方が入りやすいのが最近の傾向な、まあ、ダウンロードがねあの、よりもパッケージの方の志向が高いってところなんで、まあ、可能性はあるんだけど、まあ、ちょっと今回は予想しないでおきましょうか。はい そんなところです、はい、ということで今回のねグラフといグラフじゃないやランキングなんですけどもまあそうねまああの発売タイトルが多くてまあそこそここうランクに入ってきたけどもしかしたら来週 えっと、まあレインコードとゴーストトリックぐらいが残って、あと全部こう、いなくなる可能性もあるかなという気がするんで、まあ、定番がガーッと、あ、そうそう、一つ紹介し忘れてた。あの、23位にイカルガが入ってるんですよ、スイッチ。これはガッと上がってて見えるんですけども、実は、ランキング的に言うと、えっ、ー、と、ランキングっていうか、 数字的に言うと実は2192本でであのファミ通さんの方では累計が2192本になってるんですよこれ何かっていうとあのこの「イカルガっていうのは2020年に発売されたタイトルの再版版なんですよ。 だから本来集計してるんだったらそれが全部入ってくるはずなんだけど、再販版は再販版で集計しちゃって、でもニューつ,つけてないでしょ。だから、あの、元のデータの集計がないんですよね。まあもしかしたら来週までに紐付けがされるのかもしれないけど、一応そう、今そういう状態になってるので、こう、イカルがガッと上がってるけど、累計がね、2192本ということになってます。2020年に出てるのにね。だからちょっとこの辺は、ちょっと来週以降ね、ファミ通さんのグラフっていうか数字がどう変わって 変わるかかないか、まあ、その辺もね楽しみに見ていきたいなと思っています。はいということでこのチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上サカでした